この前大学生が主催してるお笑いライブというか、うん、呼んでいただいたでしょ、あの大、なんて言ったらいいのかな、僕らも詳しくはよく分かんないですけど、大学でお笑いライブやってて、まあ、大学生がみんなでねお笑いライブやって、まあ、芸人を呼んでくれてやるんですけど、そうですね、いっぱい芸人来てましたけど、いろんな芸人がね、まあ、本当都内でやるようなライブぐらいの規模でね、そうそうの感じをちゃんと音響照明もあってね、うんうん、でお客さんもちゃんと見に来てて、まあ、学生さんとかもいるし一般の人もいたりしてね、そうですね、呼んでいただいたんですけど、うん、その MC を学生がやってたでしょ、うん、なんかな、まあ、別に全然いいんですけど、なんかああいうのをやっぱやり、まあやるのはいいんですけど、うん、当たり障りなくやればいいじゃないですか、うん、基本、うん、あのね、普通に進行だけすればラインナップを読み上げて、うんうん、ね、そのまあ、でもな、そうじゃなかった、まあまあボケたりして、うん、変なやつ全然面白くもなかったし、ただ面白くなかったんだけど、まあ可愛らしいやつだなと思ってた、可愛らしい、本当に好きだし、そうそう、うん、それはそうなんだよ、それはそうなんだけど、うん、あのなんかわかんないけど、その毒舌に対する憧れが半端なかったでしょ、うん、でもうとにかく毒を吐くんだけど、それがもうひどすぎて、うん、じゃあウエストランドさんってなんでこんなクソ人間なんすかみたいな、なんかその、あ、ウエストランドさんってクソですよね、うん、とかその、そう、なんとも言えないよ、ね、いやなんか芸人さんってやっぱすごいんだなってその時思ったもん、そのなんか素人の毒舌ほど見てらんないもんないでしょ、ちょっと見てらんなかったですね、ただなんか毒は吐き続けるんだよね、うん、ずっとなんかねあれ、うん、まあその人たちは本当お笑い好きでやってるからいいんですけど、うん、えらい流暢でしたけどね、もう片っぽの子は流暢っていうか、その嫌だったよ、なんかそのペラペラペラ、もうすごい冷たいんだよ、滑舌もええし、なんとかなんとかね、はい滑りましたね、なんとかね、はいなんとか言って、あ、はいお前滑りましたね、これなんとかなんとか、なんとかなんす、あ、これは盛り上がりませんねとか、なんかその、なんだこれっていうね、そのいや、そうやっぱな、芸人ってすごいなと思ったな、ちょっと芸人ってすごいって思いましたよね、うん、あのどんなライブ見ても一応ちゃんとはしてるじゃないですか、まあそうやな、もうただただ振り回しとる、ナイフを振り回しとるだけじゃないっていうね、ちゃんとね、やっぱその下ネタしかりですけど、やっぱ安易にやるのは本当にこんなことになるんだってやっぱ思いましたよ、うん、まあその子たちは本当にライブを盛り上げようとして一生懸命やってるし、もちろん僕よりは面白いですよ、そうそう、もちろんそこのハードル超えてますけどね、それ全部言っときますけどね、そうそうそう、ち、ちゃんと芸人さんも一緒にいる場で言うから盛り上がりはするんですよね、結局ね、そうそうそう、ただなんかそのそれが逆に面白くてね、みんなそれ面白がるみたいな、うん、面白かったっす、なんだお前っていう面白さはあったんですけどね、うん、可愛いんすよ、すんごい可愛らしいで、本当にお笑いが好きで、その司会やってる子が芸人結構こういろいろ呼んだりして集めたみたいで、うんうん、なんか誰だろう、ジグザグジギさん見ましたよって、テレビで見てライブでもこういうの見てとか、うん、そう話してて、で三日月マンハッタンさんっていう松竹の人がいて、うん、三日月マンハッタンさんも見ましたよ、ザ・漫才の、ね、認定50組集合スペシャル見ましたよとか言って、うん、でその後僕のところ来たから、うん、なんか何言ってくれるんだと思って、うん、言ったらその見ましたよ、なんか行列の戦闘っていうライブの前説やってるとこ見ましたよって、代表作僕ら前説だと思ってなんかあったな、で ありがとうございます、あ、そういやそんなのありましたね昔みたいな、 K プロのいじりなライブで、でかいライブで僕ら前説サプライズやるっていうのがあったんですけど、意外とね盛り上がったんですよ、いやでもそれを言われて、ね、その後にであれ見ました、検索ちゃんも俺観覧行っててネタ祭り前説やってましたよねって、また前説かと思ってそのでなんか見たら、30何組ぐらいいて芸人、うんうん、僕らトップバッターだったでしょ、うん、なんかそれは評価してくれてのトップバッターだと思ったけど、漫才だし、うん、タイタンライブとか僕らトップバッターやらせてもらうみたいな20周年の時とかの感じだと思ったけど、それを聞くと前説として呼ばれてるんじゃないかと前説の猛者だぞあいつだみたいな、ぽいな、そう思うとちょっとぽいだろ、だってその日2本あって要は別に飛び出しでもないわけよ、そうそう、仕事ある人は前半に固まってたりするけどね、そうそうそう、何にもない僕らが一番になってて、まあ変な話シティホテルとかもいるわけですよ、まあ、後輩とかもいる、はい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 、今日トップバッターだからそう買ってくれてんのかなと思ったら違った、あれ前説を評価してくれてた、なるほどねあいついいんですけどね、全然ありがたいんですけどね、なんでまあもうちょっと面白かった、ああいうイベント行くと大体いろんなこと起きるんでね、そう、楽しかったっすよね、楽しかった、まあ、芸人もいっぱいいたしね、はい、なんでその説ありがとうございました、またやるかどうかね、なんかできれば都内でやりたいみたいな、結構神奈川の方であってね、それがまたそうっすね、まあ、近くだったらもっとね楽しいですよ、楽しいですからね、交通費もかかんないしね、そうそう、まあそれはもう言い出したらあれですけど、学生たちがね芸人目指してることか知らないですけど、うん、まあ、もしになればね目指してるっぽかったですけどね、なんか、まあ、なんかやってるって言ってましたけどね、あ、じゃあ学生芸人的な感じでやってるんですかね、うんうんうん、確かにちょっとキャラはありましたから、ね、だってなんか新宿のなんか劇場の名前とか知っとったもん、だってめっちゃ、いやいや、ライブはめっちゃ見に行ってんすよ、あ、そうか、そうそう、ライブはいつも見に行ってるって言ってたんでね、まあ、もしどっかでまたご一緒することあればね、ね、まあ、これ見てくれてるか知らないですけど、はい、ただすげえお笑い多分、うん、
ブッキング決まってからもちゃんとチェックしてるのがそういう本当に偉いなと思って全部。いや偉いよ。猫に鈴も置いて、うん、見ましたよ有田ジェネレーションとか。おおすごいな。全部ちゃんと見て偉いなとは思いましたけど、ね。好きなんだな。うん、ただそっちの方じゃない方が毒舌を振り回してましたからね。そうなんですよ。もうちょっとねなんかダメな感じのやつ。いやでも絵に描いてるのはダメなような感じなんだよね、うん、あいつ。なんかぼーっとしてね、うん、まあでも楽しかったんでね、楽しかった、また機会があったら呼んでください、ね、それいやええと思うね。いやでも呼んでくださいね、またね平日毎日愚痴を更新しています。ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランドの愚痴ラジー。